見えるてくメまマガ こんにちは。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。本日はですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただきました。この会社を経営していて、こう滅びない経営というので、以前私がですね、えー、神社渋川八幡、群馬県のですね、渋川八幡のですね、小野善一郎先生から聞いたお話で、なるほどなと思った言葉をですね、こう聞いて引用してくださった内容なんですけども、この小野善一郎先生がおっしゃるように、この神社は滅びないとって、滅びたら偽物 っていう表現をされたんですねなるほどと思ったんですね。それなぜかというと、神社がこのゼロポイントフィールド側からのエネルギーのまんま存在するからと、もしそこからこの、まあ、もし滅び,た滅びちゃったとしたら、そこからもらう気が出ていないと、まあ、属性にこう染まっちゃってるんじゃないかなと思うんですけども、そのところですね。でじゃあ、会社経営もどういうふうにしていったらいいかというところのお話に入りたいと思います。では 画面の共有です。こちらですね。滅びない事業系ということですね。ご質問いただきました。えー、公式 LINE ご登録者のですね、こちらの方から、えー、ごめんなさいねよいしょ、えー。M さんからのご質問です。9月の通でセミナーに参加いたしました。その時に先生と兼主さんのね、やりとりの中で、神社はゼロポイントフィールド側だから永久に滅びないんですねとありましたが、その内容に興味がありますと。じゃあ、ロポイントフィールド側での運営というのは、 具体的にどういった感覚を持てばいいのでしょうか で私の事業の目的意義は、社員の物心両面の充実と、世のため人のために尽くすことですとで。そのためには会社を発展、安定が必須ですと。でゼロポイントフィールド側の運営をすることで、その目的がかなうと考えておりますので、どうかご教授くださいと、えー、いうことでね、えー、で追信で毎朝大ちゃん先生の動画を見て仮面教しております。素晴らしいです。えー、大感激です。言葉にならないくらい感謝しております。ありがとうございます。こちらこそですね、深く学んでいただきまして、ありがとうございます。で12月の沖縄 公園のチケットも即購入しました。楽しみにしています。お体に気をつけて世界中の人を喜ばせてください。ありがとうございますと。と、えー、激励もねありがとうございます。12月23日のですね沖縄のセミナーを、ねえー、結構こう埋まっておりまして、足びなにさせていただくんですけども、そちらのご案内もね、えー、させていただければと思います。でまず、この滅びない事業経営なんですけども、どうすればいいかというところですね。 具体的にどういった感覚を持てばいいのでしょうかというところで、こちらのですね、えー、ちょっとですね、出版さんから出ている新釈古事記伝っていうところでですね、全部7巻あるんですが、こちらこれ、ね、バラ売りで売ってないんですね。でこの、こちらのですね、えー、ところのですね、 えー、こちらの受け日っていう内容、めちゃ濃いのと、あと私が一番はまってるのがこう、勝ちサビっていう内容なんですね。こちらは、今度、勝子先生の勉強を書き出していただいたときにを学んで、なるほどと私、古典がめちゃめちゃ苦手だったんですけど、勝子先生の話聞いたらですね、すごいこう生き方がめちゃめちゃつながってですね、あったんですけど、こちらの内容にもあるんですけれども、このすべての現象、万象すべての人、自分自身にも、そもそもゼロポイントフィール フィールド側がありますよっていうのをいつもこうお仕事の中で見ていると家庭生活の中に見ているどういうことって言ったら命のもとがありますよねとでその方が生かされてますよね物質が存在していますよねっていうのは素粒子がありゼロポイントフィールド側がありでそれは仏教で言うと、えー、仏の領域仏性ですね仏,、えー、仏性があるとで仏性があるということを自分自身の中にも見いだしてでお客さんの中にも自分の家族の中にも職場 こ場のスタッフの中にも、そしてパソコンとか机とか建物全体とかですね、えー、道路全体とかすべてにもこの物証がありますよということを見ると、もうそんなこと言ってもよくわからないじゃん。えー、どうしたらいいかというと、 これは、まだか非科学的なんですけども、このゼロポイントフィールド側が愛感謝だと言うんですね。なので、この自分自身の中にも、お相手お客さんとかスタッフ、職場のスタッフの中にも、この感謝っていうのを見出していけばいいんですね。感謝を見出していくこと。で、えー、こちらの M さんからのご質問でですね、えー、の文章の中にあるんですけども、社員の 物心両面の充実っていうことと、世のため人のために尽くすっていうことをすごく、そこをこうぶれなくしていれば大丈夫で、それでそのためにも発展させなきゃいけないっていうふうにしてしまうと、ちょっとまたずれてしまうんですね。とにかく、ただ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 自分のこの m さん自身の存在は物心両面の充実、社員も含め、自分自身も含め物心両面の充実、ものもそうですし、何よりも心の 充実が重要で、じゃあそのために、社員のね、精神、意識、意識レベル、レベル上げると言いますか、意識レベルをらにさらにこう深めるために、社員研修を行うとかね、月間地地を読むとかですね、えー、その自分自身の学びも深めつつ、それをスタッフ、職場のスタッフにも広げていく。で、本当にこう、も,ものだけでなくて、心の部分で豊かだなというところをひたすらひたすらやっていくと。で、そこのところにこう、自然とこう、大いなる流れがこう来ますよということなので、そこをこう意識していって、 ていただければとまつまり、このスタッフの中にも、自分自身の中にも感謝を見出す。で、自分の家族、奥さん、えー、子供たち、お父さん、お母さんの中にもこう感謝を見出して、感謝の周波数、そもそもありきの結果の自分がいますよ。はい えー、職場の人がいますよ、家族がいますよ、っていうことをしていっていただければと思います。なので、具体的にどういった感覚っていうのが、この感謝っていうのを響かせていくということをやっていっていただければと思います。またですね、えー沖、沖縄の方でね、ご在住という方で、こちらのご案内をさせていただくんですけども、よいしょ。こちらのですね、えー、12月の23日。 結構席が埋まってきておりまして、足ナーというところで、12月23日の土曜日ですね、午後3時から、三、えー、時半から開園という形で、村松が伺いまして、中高生以上がご参加可能ということで、まあ、主に大人の方々はメインのお話させていただきますので,で、究極の自己肯定感から天才性の開花へと。 ということで、こちら沖縄市の松本のですね、ヘントナー・たけし君とレンちゃんのですねご夫婦が主催で、ビナーアガリン・テイラーの5周年記念ということで、私がねこう書かせていただきます。で、その中でも、こう一緒にこう盛り上がっていって,いってねいければと思います。で、ぜひ皆さんが、この滅びない経営というところが、このテクニックとかツールではなくって、周波数ですよと。 で、えー、ゼロポイントフィールドが根源側から生かされてますよというところが、こちらの受け火とかですね、えー、勝ちサびの中の,、えー雨,の皆えー、と雨の安の川っていうね川がありますよというストーリーが非常にこう面白いの、ね、で、ご興味あったらそちらを見ていっていただければと思います。 えー、そうやってね、こう、根源から生かされてるということを、組織の中とか、家庭の中に深めていく人たちだらけになっちゃえば、地球がね、本来の、えー、本当の美しいですね、命あふれる地球になっていくというふうに感じております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。